加算今後通行ということで、いよいよもって明日から再オープンということで、皆さんのお金をもちまして、準備の方は着々と進んでおりますので、あと2、3と各種イベントを用意しておりますので、ぜひ皆さんのお越しをお待ちしておりますし、従業員一同、西湾賀町のためにまず頑張っていきたいと思ってますので、ぜひよろしくお願いいたします。